お、来た。うお、すげえ。これで次に進むと、これでマージされる感じなんですね。へえ、ついに来たよこれ。お、すげえ。これ PS5 なのに、お、統合されてるよこれ。お、やっべえマジで。はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。さあ、冒頭にも映したように、ついに僕にもクロスプログレッション到来しました。イエーイって感じたんですけどね。え、これ現在ですね、かなりのプレイヤーに対してこのクロスプログレッションが同時にリリースされているらしいんですね。で、もし自分もクロスプログレッション来たよって人はですね、ぜひとも高評価ボタンお願いします。それでですね、今回の動画ではこのクロスプログレッションが未だに来ていない人向けの動画にはなってしまうんですけども、なんとですね、今回運営の人から突如クロスプログレッションが今週中に全てのプレイヤーに対して実装されるという風な発表がされまして、今回これがかなり大きな話題となっているんですね。で、今回の動画ではこのクロスプログレッションにまつわる一連の話題、そして運営の人が発表したこのツイート内容についてを詳しく見ていこうと思います。ではですね、今回はついに CP クロスプログレッションが一斉解放される件ということで、まずはですね、このクロスプログレッションのこのクロスプログレッションの一斉実装から見ていきましょう。はいね、まずですね、これ今回のシーズン19でようやく実装となったクロスプログレッションなんですけども、これまでサーバーのパンクを防止するために段階に分けて実装が行われていました。で、特に直近の11月の20日からは日本に対してもクロスプログレッションの上陸が始まっておりまして、現在アカウントのデータ量が少ない人から順次実装が始まっています。そして昨日より CP クロスプログレッションはほぼ全てのプレイヤーに対して実装が完了しまして、現在運営からこれ一斉実装のアナウンスがされています。で、それが実際にこのツイートなんですけども、これ和訳していきますと、レジェンドの皆さんへ注意、今週残りの全ての APEX アカウントにクロスプログレッションの最終ウェーブを展開します。すでに通知を受け取ったプレイヤーの場合は準備は完了です。その EA アカウントにリンクされている全てのプロファイルが統合されました。異なる EA アカウントにリンクされているプロファイルを統合することはできないことに注意してくださいという風な発表がされたんですね。で、これによってですね、今回シーズンの開始から約1ヶ月でついに全てのプレイヤーに対してクロスプログレッションが到来することを意味しているわけですね。まあ、冒頭でも映したようにリリース初期からプレイしている自分に対してもこれが到来しているので、おそらく現在ほぼ全てのプレイヤーにこれが実装されているものと思われます。またこれについてはですね、先日のショート動画においても注意事項をまとめていますので、これについてもですね、ぜひ参照してほしいです。はい、といった感じですね、今回はこのクロスプログレッションの実装に関する話題を話していったんですけれども、まあ、ようやくですね、これ実装となる運びで、まあ、かなりですね、自分も安心しておりますっていうのもですね、かなりのリスナーの方からこれクロスプログレッションいつ来るのっていう風に問い合わせがありましたので、まあ、こうした部分でかなり不安を覚えているプレイヤーも多かったと思うんですよ。そのため、まあ、これについてはですね、実装されましたので機種変などもかなり容易にできる、そんな感じなんですね。で、またですね、このタイミングでなんと私とあるキャンペーンを行わせていただきますので、この情報ツイッターで随時チェックしてください。はい、まあ、っていった感じで今回の動画以上となるんですけども、もしですねこちら参考になったよって方はぜひともですねチャンネル登録ボタンの方お願いします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。